清水のカッチューブの美味しい喫茶店カッチューブです。何ですかいきなり昭和歌謡。今日はですね、はい、なんとハウトゥー企画第2弾。はい、じゃじゃん、ストックワークやっていきたいと思います。ストックワーク、ストックワークでやっぱりすごいリズムが変わったり、うん、体重がいきなり、うん、ストックワーク良くなったら乗るようになったり、うん、そういうのがすごいあるんですよね、スキーって、はい、ストック、実は使ってねえんじゃないかと思うけど、実はリズムが取れるようになったら次のターン入るときに乗れるようになったとか、はい、自分の重心移動がすごくスムーズになったと、スペースが取れるようになったと、そういういいことづくめ、はい、になってますんで、はい、今日も一日ストックワークよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はお待ちかねかな分かりませんけど、ハウトゥーです。2回目です。第2回目ハウトゥーです。はい、内容はお決まりでしょうか。ストックワークやりたいね。ストックワーク、ね、シーズン初めやっぱりコース幅が狭かったりするし、やっぱストックワークの悩んでる人が多いと思うんだよ、うんうん、ストックワークということでよろしくお願いします。お願いします。やっていくわけなんですが、基本的に僕のストックの持ち方っていうのは、手に対してグリップが入ります。はい、グリップをつかみます。おお、普通や。掴みます、はい、そして、はい、親指の、今まで、何年ぐらいだろうな、4年ぐらい前までは結構こうやって掴んでたんです、うん、親指がインサイド、はいはい、ちょっと今上にこれかけてます。あえて、あえて、はい、なぜかっていうと、かけた方が僕の場合横にこうストック出しやすくなる。なるほど。前が、これかけないと結構僕縦になっちゃって脇締まっちゃってちょっと窮屈な滑りになってるんで、うん、モーグルの人みたいな感じね。かけることでちょっと広い大きな滑りをすることを心がけてます。はい、うん、ならリングは広がることが理想ですね。そうですね、ちょっと広がる感じ、はい、で滑れる感じで、今度つき方になるんですが、はい、つく時の意識としては、うん、基本ストックのつき始めっていうのはポジション的には立った姿勢というよりも、はい、低い姿勢でつくことが多いです。低い姿勢でつく、低い姿勢でつくことが多い、まあオーソドックスな、形であれば、はい、低い姿勢でストックをつくときっていうのは、今は見てもらって分かると思うんですけど、ここの直角があまり動かないような、はい、あ、なるほど、ことが多い、うん、これが、よくありがちなのが手首を使ってこうやってつく、うん、っていうのはすごく動きにくいと思います、はい、なんで肘とか肩を支点にしてここの角度があんまり動かないようについてあげるのが理想的かなと思います。はい、することによってスピードがかなりゆっくりの中でストックをつくことができます、このストックと
前腕の角度をちょっと意識しながら体重を乗せて、低い位置でストックを、ストックをついてから立ち上がるような感覚でストックワークを意識してもらえると、はい、この練習は非常にいい練習になると思います、はい、荷重ストック×重そんな感じです、はい、荷重ストック×重、はい、で荷重ストック×重そのリズムです。わかりました。いいと思います。今のダブルストックはですね、荷重してストックをつくときに、外側の本来つく側のストックばかりを意識していると、はい、ミスの出やすいのはやっぱ内側が後ろに下がる、うん、内側が下に下がる、うん、内側が上がりすぎるっていうミスが出やすいですね、はい、なのでストックをつくときに本来あるべき位置に内足を置いとくことで、はい、ダブルストックでいいポジションを確認しましょうっていう練習になります、はいはい、じゃあ頭と両手がこう三角形になるようなポジションが理想なんですかね。はい、頭、両手、ダブルストック、はい、三角形見えます？三角形見えます。今のイメージっていうのは見てもらって分かるようにジャンプを毎ターンしてるんですが、ジャンプできる姿勢っていうのは足場がしっかりある姿勢になります、はい、足場がしっかりあるということは荷重ができてる姿勢、はい、この姿勢からジャンプする瞬間にストックをついてる、はい、そうすることでストックの本来つくべきタイミングっていうのが分かってくると思います。なるほど、はい、強制的に直していこうという。そうですね、もう勝手に治っちゃう感じですね。わかりました、はい、やってみてください。はい、やってみてください。カチュー言うと思った。紅茶の美味しい喫茶店。はい。これに今日はこだわって、そう、これですごい僕の好きな歌なんです。なるほど、リズム取りやすいんですね。リズム取りやすい、もしかしてストックワークの。そう、本当に、そんな動きしてないよね。してない。してない、嘘でした。今日はですね、ストックワークのハウスやったんですけど、はい、今日やった動きっていうのは基本的に低速だったり、はい、中速ぐらいまでのオーソドックスなものをやりました、うん、ストックのタイミングって言ってもこれが、正解だみたいなタイミングって実はないと思うんですよね。なるほど。高速になってきたら実際ターン入ってからストックつくパターンとか、ストックを逆につかずに引きずるだけのパターンとか、そういうのもありますんで、ストックワークって言っても、はい、まあ、僕の知ってるだけで1500 パターンぐらいかな。じゃあこのカッチューブで、はい、1本ずつ紹介してください。あ、ごめんなさい。嘘つきました。まあ何種類かあるんで、はい、ストックワークね、皆さんもちょっと僕のストックワークを、そうですね、良ければ挑戦していただけたら嬉しいと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。
おかえりおかえりおかえりただいま開けて開けて